い、こんばんは、竹下敦です。うちのね、スタジオリバーサイドでは明日ね、お客様をお迎えするんで、模様替えをしました。これ映像で見えるかな。椅子を変えました。以前はね、お客さんをいかにもてなすかってことを考えていて、自分は二の次だったんですね。でもそれは間違いでした。まず自分が、リラックスできて、お客様をもてなせるだけの精神状態じゃないと、お客様なんてもてなせないんですよ。自分に余裕があると、来たお客様が、足元が寒かったのなと思って布を引いたりね、お客様が座る椅子を拭いたりね、そういう心の余裕が生まれるんです。明日はね、ギブソンレスポールのね、ピックアップを交換した後、おそらく双子玉があれ飲んで、その後府中へ繰り出すかなっていうノリなんですが、ワンダフルツナイトですね。実際ね、椅子が変わったことでどんな風にプレーが変わるか、楽器屋さんで行くと大体うまく弾けるでしょ。あれなぜかっていうとね、椅子が違うんですよ。椅子の高さで人間って全然プレーって変わるんです。実際ね、僕が今椅子を変えたことでどれぐらいプレーが変わるかね、聞いてください。こんな風に変わるんですよ。心に余裕ができるんですよ。あらゆることに対してね、結局リラックスできる時間が多いと、それだけギターを弾ける時間も増えるじゃないですか。まずね、自分がリラックスできることです。そしてそうすれば、おのずとね、お掃除をしたり洗濯をしたり、ギターにとっていい湿度にね、保ったりね、そういうことがね、やる余裕ができるんですよ。それはもうね、すごく重要なことです。そこにたどり着くまで長年時間がかかりましたね。僕の師匠であるね、レイ・アルフォンス師匠らしくて、すごくもてなしがうまいんですよ。その時に必要なことを必要なだけ与えてくれるんですね。そしてこうするんだよっていうふうに教えてくれるんじゃなくて、その空間を見せられて、これならお前にもできるだろうっていうね、簡単なことで、お客様が足元が寒いんだったら布を引けばいい、お客様が飲みたいコーヒーを用意すればいい、たったそれだけのことだと、そういうふうにね、大人同士ですからね、教えてくれるわけです。すごいなと思いますよね。自分の師匠レイ・アルフォンソ師匠だ。サントリーホールを前にした男ですよ。そこでチューニングを失敗した男、竹下敦史。だからチューニングには気を使うわけです。はい、人一倍ね、多分世界一だと思いますよ、チューニングの精度に関しては。だってさ、サントリーホールでさって大観客を目の前にね、一曲目にシャラーンって弾いたら、もうチューニング狂ってるんですよ。もう死にたいと思いましたよね。もう死なないけど、ずぶといから。でもね、本当にね、穴があったら入りたいって言いますからね。アンコールまで終わってね、楽屋に戻ってきて、すいませんでしたって言ったら、軽くポーンって肩叩かれて、あっち、いい経験ができたじゃないか。お前これを将来役に立つぞって言われたんですよ。その時そう思わなかったです。まさかね、それが役に立つと思わなかったですけど、今役に立ってます。だってチューニングがなぜ狂うかっていう理屈が、僕は、若い頃にライブハウスも出演してましたし、大きな舞台も経験してます。
そしてその師匠であるレアルフォンスはね、サントリーホールで、まあ、その他たくさんのライブこなしてるわけです。で、友人のギタリストもね、東京ドームでのライブを経験してるわけです。そうするとどういうことが起こるよっていうのが聞けるわけですよ。これもしも友達が全員ねライブハウス止まりだったら東京ドームで何が起こるかわからないじゃないですか。僕が東京ドームの舞台に立てるかどうかはわからないですよ。でも東京ドームの舞台に立っても多分弾けるんですよ。なぜならこういうことが起こるよっていうのを詳細に聞かされてるからです。あ、モニターの帰りが寝ないとか、ギターはチューニングはこういうふうにした方がいいとかね、そういう友人がいるっていうのはすごくありがたいことです。はい、持つべきものは友ですね。すごく恵まれた環境で音楽活動をできていると思います僕はね。すごくいいリペアマンにも恵まれましたしね。だってこんなにいい音に仕上げられちゃって、もうどうなってんのって思いますよ。すごいですよ本当に。ありがとうございます皆さん。皆さんがいてね僕がいるですけど本当にそう思います。昨今ねそう思います。自分の力なんてビビったるもんでね、周りの、方々がね僕を後押ししてくれてすごくびっくりするような機会をチャンスをねくれる、それはね本当に嬉しいことです。もうこの場を借りて本当にありがとうございます。まあそんなわけでね、明日はね、僕の大切な友人が遊びに来るんで、まあある程度万全ですね。はい、楽しんでもらえるような空間になっていると思います。検温のシステムもね作ってありますし、消毒のシステムも作ってありますし、まあ一日にしてならずですよ。だんだんといろんなねお医者さんに行ったり、スーパーに行ったりデパートに行ったり、そういうことを繰り返してね、東京の今のね標準の衛生管理、そしてね安全管理はこれぐらいなんだなっていうことが分かって、それをねうちのスタジオリバーサイドにもね取り入れていくわけです。誇れるようなね、世界に誇れるような、ね、スタジオにしていきたいと思います。ビートルズもね、自宅のような、まあ、改造したスタジオで音楽活動を始めたわけで、僕もそうありたいと願っています。はい、スタジオを借りるお金を使うぐらいだったら自分のねスタジオを、菅氏川さんもそうだと思うんですけど、自分のスタジオを充実させてミュージシャンの方々に来ていただく、これが理想だと思ってるんで、僕もねこれからもそのように、試行錯誤しつつ進めていきたいと思います。スタジオリバーサイド、そして僕竹下敦ね、ともども今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。